こんにちは、速稼塾の久保です。今日久々にね、モッピーからメールが来て、これがいいんじゃないかなっていうのがありましたんで紹介します。それがですね、個人事業主とか法人を経営されてる方、私のチャンネル見てらっしゃる方は個人事業主の方も結構多いと思うんですけども、じゃあね、その方に PayPay の加盟店を申し込んでいただいて6000ポイントゲットするって話ですね。6000円、これ非常に簡単だと思うんですよ。私もね、すでに1件やったことがあって、法人は複数持ってますんで、ちょっとね、別のまだ申し込んでない法人でやってみようかと思うんです。確か前回はね、1万6000ポイントだったんですけども、今回は6000ポイントになってますね。PayPay加盟店がいっぱい増えるっていうのは、いいことだと思うんですけども、さあ、どうなるでしょうか。それではね、画面を切り替えて見ていきましょう。はい、モッピーの PayPay 加盟店申し込みってありますよね。通常ポイント500のところが6000ポイントになってます。予定反映が30日程度で、確定するのは90日なんで、3ヶ月ぐらい様子を見ることになります。ポイントゲットをね、クリックします。はい、すみません、一部しか見えてないと思うんですけども、無料でお店に導入するというところをクリックしていただければいいんじゃないかなと思います。もちろんね、ちょっと抵抗がある方とか、よく調べてない方がポンポンポンと簡単にやるのはどうかなと思いますけども、ただ田舎の飲食店でももうこのすでに PayPay のね、ボードありますよね。 QR コードとか、我が家にもありますね。無料でお店に導入する、クリックして6000ポイントもらっていこうと思います。ウェブで完了するらしいんですよ。私の場合法人なんでこちらですよね。で、業種がまあ飲食とか観光ですね。あるかな、娯楽でいいかな、娯楽でいきましょうか。で、名前を入れてって感じですね。あとはもういつもと同じような感じです。法人番号もちょっと入れないといけないですね。あ、任意になってるから、まあ今回はいいか。法人の住所を入れてみたいな感じですね。キャンペーンコードはないですね。で、申し込むっていうところがあるんで、申し込むをクリックするとメールを送信するっていうのになりますので、これをクリックしてメールを受け取ればいいのかなというところですね。はい、メール来ましたね。はい、申し込みが完了してませんってことなんで、こちらオンラインでの申し込みはこちらになってますんで、こちらを行ってね、申し込んでいこうかと思います。はい、あとはね、よくある申し込み手続きの通りなんでちょっと割愛しますけども、皆さんも個人事業主とかされていたりとか、ネットワークビジネスとかされている方もそうですし、代理店ビジネスされている方もみんなこれ個人事業主ですからね。やっぱり個人事業主としての開業届を私は出した方が何かとメリットが多いと思うんですよ。ですので、面倒くさがらずに出してみたらいいんじゃないかなと思いますけども、あとね、法人にすると一番いいんですけどもね、法人にするとコストは確かにかかるんですけども、そのコストすら捻出できないような商売っていうのはもはややっててもしょうがないような気もするんで、法人できるぐらいにちょっと俺頑張るぞっていう意味を込めて法人を検討するのもね、一定だと思います。もちろん小さなフェーズでね、副業で毎月3万5万というふうに積み上げるのも全然素晴らしい方法だと思いますので、そういう場合はね、法人にしない方が絶対いいと思いますので、まあ、そこはね、どう見極めるかですね。ということで今回は以上です。モッピーで6000ポイントでございました。